いやいや皆さんこんにちは。山陰と山陽を結ぶ特急列車やくもです。この番組では最後の国鉄型特急電車である私381系が沿線の観光地や駅弁を紹介しながら皆さんを出雲市駅から岡山駅までご案内しています。前回は岡山県にある新見駅を出発して総社駅までやってきたよ。今回はいよいよ終着の岡山駅に到着だ。最後まで楽しんでいってね。それじゃあ今日も元気に出発進行。皆さん改めまして特急やくも381系です。今回は総社駅を出発して終着の岡山駅を目指します。岡山駅は新幹線や在来線が集まるいわば中国地方の玄関口。四国方面や関西方面、さらには九州方面にも路線が伸びてるんだ。さあもうすぐ次の停車駅がある倉敷市に到着するよ。この地域の有名な観光地といえば倉敷美観地区。美観地区には江戸時代から残る白壁の蔵屋敷と洋風建築が調和した町並みが広がってるんだ。黒と白の幾何学模様が特徴的な壁はナマコ壁と呼ばれるもので倉敷駅の構内にもあしらわれてるんだよ。皆さん倉敷駅に到着しました。さあ終着駅までもう一息、ここでちょっくら休憩していこう。この駅には大型ショッピングセンターやアウトレットモールが隣接していて駅から歩いて散策できるんだ。お、そういえばまだお土産を買ってなかったよね。やくもの沿線で販売されているとっておきの商品があるから紹介するね。まずはこちら、トレインコースターシリーズのやくも号。よく見ると JR 在来線のうち特に運行本数が多い中高特急列車の愛称としてかつて使用されていた L 特急の名残が。さあ続いては人気のチョロ Q シリーズ。国鉄直やくもにはなんと全国各地で走っていた381系車両のヘッドマークシール付き。どこで走ってた電車か全部わかるかな。この黒潮は関西と和歌山を結ぶ特急で、引退した381系車両の一部は特急やくもに転用されたんだけど、歴代のカラーリングが集結したこちらのクリアファイルには今では見ることのできない黒潮塗装の特急やくももいるから探してみてね。こちらのリバイバルやくもがデザインされたドリップコーヒーは3種類とも味が違うんだとか。手土産にぴったりだね。リバイバルやくもの運行終了が迫る今、国鉄色やくもなどのグッズが人気を集めてるんだ。特急やくもの車両が381系から273系へ置き換わった後は在庫がなくなり次第販売終了予定の商品もあるから、今のうちに要チェックだよ。ここで新型やくもグッズもご紹介。まずはこちら273系のポストカード。やくもブロンズが輝いてるね。続いては先ほど紹介したトレインコースターシリーズの新商品、新型やくものロゴマーク。ちょっと私のヘッドマークに似ていて嬉しいな。さ
最後にご紹介するのは迫力満点のこちらのクリアファイル。これらの商品は273系がデビューする2024年4月6日から発売予定。皆さん新型ヤクモもよろしくね。あ、さてお土産といえばあれも買わなくっちゃ。はい、食べ鉄のてっちゃんです。今日ご紹介するのはこちらです。なんといってもこのパッケージ、変わらぬ祭り寿司ならではのにぎやかな桃太郎さんがついてますね。桃の可愛らしいピンク色の容器に出てきましたよ。アサリのコクがしっかり出てまろやかな寿司、ご飯とよく合います。酢だこのタコは柔らかくて美味しい。サワラの酢漬け、酸味が効いててとってもいいアクセントになってます。次は倉敷小町をご紹介していきますね。これ二段重なんです。下段にメインのタコ飯が入っております。タコ飯の上には唐揚げですね、タコの唐揚げ、これが香ばしくて美味しいです。ご飯の中からもタコがちょこちょこと出てきますよ。さあおかずの方も行きましょう。レンコンにも柔らかくて、レンコンの風味が口の中に広がるサワラの白醤油焼きは春らしいですね。卵焼き、手作りの厚焼き卵出ましたね。これ美味しいんですわ。桃太郎といえばきびだんごですよね。2個入ってます。嬉しいですね。一口食べてはタコ飯を食べる、これがまたね行ったり来たり美味しいです。皆さんもヤクモ号に乗って各地の駅弁を食べてください。だんだん、さあさあもうすぐ終着の岡山駅に到着するよ。これまで皆さんを乗せておよそ220キロの道のりを走ってきたけれど、楽しい旅はあっという間だったな。終点の岡山駅に到着。ご乗車ありがとうございました。私たちは終着駅に着いたらひとまず回送列車になって次の運行の準備を整えるんだ。出発までもう少し時間があるから、これからの特急ヤクモについてお話ししようかね。私381系はかれこれ40年以上山陰と山陽を結ぶ国鉄型特急電車として走ってきたんだけど、これから特急ヤクモの運行になっていくのは、こんにちは、特急ヤクモ273系です。皆さんに安全で快適な鉄道の旅をお届けできるよう頑張ります。そういえば381系先輩宛にヤクモが大好きだという人たちからメッセージが届いているので紹介しますね。まずはこちら、地域の応援隊、島根大学鉄道研究会さん。鉄道のイベントがある日などには盛り上げ役として参加させていただき、今までに銀河や奥出雲おろち号のラストランなどに立ち会ってきました。私が小学生の頃初めて行った家族旅行で特急ヤクモを利用しました。その後にもヤクモに乗ることがありまして、高校時代の同級生とともに卒業旅行として岡山から出雲市まで3時間パノラマ車の最前席で楽しみました。高校時代コロナ禍ということもあって、あまり気軽に旅ができる状況じゃなかったので非常に、いい思い出となりました。私はやっぱり幼い頃から電車の運転士を目指しております。そうですね、本当は381系の運転台にも座ってみたかったんですけど、とうとう引退を迎えてしまうということで、叶わぬ夢となりました。ですけど、昨年の10月に開催された車両基地の公開イベントで、運転台に座ることができ、一つ夢が叶ったような気がします。特急ヤクモは振り子式を採用しているということもありまして、走行中に床下から独特なコトコトコトっていう音がするところが可愛らしかったり、また車内の香りが独特の国鉄型の車両に共通する香りがしますので、見たり乗ったり、香りで楽しんだりすることができる非常に面白い車両であると思います。引退は非常に惜しいんですけど、今まで非常にお疲れ様ということで、しっかりと休んでもらいたいです。続いては園内から毎日列車を見ている乃木こども園の皆さん。
ヤクモが好きです。紫色がかっこいいです。将来は電車の運転手さんになりたいです。続いては鉄道模型を愛してやまないヤクモ愛好家の若山さん。ずっとその歴代のヤクモにも乗ってましたんで、特にあのスーパーヤクモの色っていうのは、あまり今まで見たことのないような紫で、あの当時非常にキーに感じたんですけども、逆に今となってはリバイバルのでまたあの紫のスーパーヤクモ色になって、本当に懐かしい、思い出が、あります。あのパノラマの車両が特にあのスーパーヤクモにはあるんですけれど、鉄道ファンとしてはあの前面の走っているところがちょうど見えて、まるで自分が運転しているかのような感じであの乗ることができて、あの非常にあの楽しい思い出です。私の人生の中でもかなり長い間あのずっとあのお世話になったということで、本当にあの 381系 ありがとうございました。最後はこのお方。皆さんこんにちは。かつて特急ヤクモの車両として使われていたキハ181系です。全国的にも国鉄型特急が消えゆく中、よくここまで頑張ってきたね。多くの人の記憶に力強く走る君の姿が刻まれていると思うよ。本当に長い間お疲れ様でした。みんな素敵なメッセージありがとう。これからは運行回数が少なくなるけれど、まだまだ元気に走りますよ。これまで特急ヤクモの運行区間を案内してきたけれど、楽しんでもらえたかな。沿線には魅力的な地域がいっぱいあったよね。381系車両に乗ったことがある人もそうでない人も、国鉄型のこの電車で旅に出かけたくなってくれたら嬉しいな。運行を新型車両に引き継いだ後も、みんなを乗せる機会があれば喜んで走るつもりだよ。お、そろそろ出発しなくっちゃ。それでは皆さん、また会う日まで、さようなら。